やばいっすねこれ。まあ、こっちもこっちもなんですけれど、マックをさ、この新しいあのカタリナっていうのにこれバージョンアップさせたところ、ついにねエクセルが使えなくなった。わお。はい、こんにちは、高橋です。さあ、マックをお使いの、マックね、マックをお使いの皆さん、最新のあの OS にアップデートされましたか？今度のはね、MacOS カタリナちゃんですね。こんなやつ結構ね時間かかりました。まさに昨日、アップデートがねできるようになったばっかりなんですけれど、2時間ぐらいかな、これ結構時間かかりましたよ。で、まあいろいろいいところ悪いところ、まだでも全然使ってないんでね、まあ、初期段階なんですけど、ただ今回ちょっとおーっていうのがね、あったんで、ビデオを回してみました。でこっちに切り替えます。こんな感じかな。でですね、このカタリナちゃんになってですね、まあいろいろ、もうこっから見た方が早いですね。さらに詳しく今アップルのあのサイト見てるんですけれど、でアップデートしたことね、かっこいいですね。なんかかっこいいんですよね、 Mac ってね、1111で、こんな風になってこうなってこうなって、はい、なんかね、ミュージック TV ポッドキャストスポットライトとかさ、なんか Apple Music Mac ステージに Apple TV 公開とか、なんかこうあっていろいろあるんですよ。シンベストショットフォーカスを、でメモ帳も変わりましたとか、リマインダーネットサーフィンが早くなりました、ゲームを超えろとかね。で、iPad がなんかあのサブディスプレイとしてこう使えるようについになりましたみたいな。遅いよね、でもね、これもね、でもこれも見てたらなんか iPad 欲しくなってきちゃったなみたいな、ちょっと買っちゃうかもしれないです。で Apple Pencil がこれ連動して使えますみたいなね。で、こんなんでこう、まあ、スクリーンタイムで、まあ、こんなのもあるけどあんま使わないよねとか、あと探すアプリとかね、まあ、この辺は詳しくは見てください。この辺をそうするといろんなレビューが、レビューじゃないや、機能が乗っかってると思うので。でね、僕がそんな中で一番いいなって思ったのは、さっきのさ、あのリマインダー機能ですよ。リマインダー機能で、リマインダーってさ、 iPhone の方も iOS13 に変わったじゃないですか、新しいので。これ昨日アップデートしたばっかりなんですけど、それまでねリマインダーが連携しなくなっちゃってさ、でついにまた昨日からですね連携し始まったんですけれど、まあ iPhone の方も、もうさ、ちょっと待って、 iPhone の方もリマインダーこれね、でこんな風にデザインも全部さ一新されて、なんかかっこよくなって使いやすくなってみたいな。でこっちも連携して、ちょっと一回消しますよ。でリマインダーピコね、ちょっとこの辺もじゃもじゃを入れるかもしれないですけれどね、みたいな感じで、これとこれ、まあ、全く同じ状態になったわけです。で僕はいつもあのお伝えしているようにリマインダー、 Mac のこのリマインダー機能ってめちゃめちゃ使うんですよ。これがないと仕事ができないっていう今状態になってます。で何ができないか、あの仕事をめちゃめちゃ使ってるかって言ったら、こうやってほらリマインドとかさ、リマインドって書いてあるのはね、これね、トゥードゥーリストです。で YouTube のネタ帳とか、高橋正樹塾のネタ帳を、そしてこの辺が YouTube のパワーアップ塾のネタ帳を、でやりたいこととか、なんかなんとかかんとかとか、こういろいろあるんですけれど、まあ一番使うのはこの上の方のさ、リマインドと YouTube のネタ帳と高橋正樹塾と YouTube パワーアップ塾ね、この辺がまあ一番項目としては使うんですよ。で何が今回これパワーアップしたかっていうと、一個ずつのね、そのなんかさ、こう設定するじゃないですか。設定するところに日付を追加ってやると、なんていうのかな、リマインド機能、本当にそれこそリマインド機能みたいなので、まずこうポコンとこう出てくる。これは前もあったかな。あとね、場所を追加っていう機能があるんですけれど、どこどこにほらこういうので、こう GPS でなんか会社に到着したり家に到着したりした時にポップアップが出てくる。これも超便利ですね。あとね、ここにね、写真とかその添付資料みたいなものをつけれるようになったんですよ。それもねめちゃめちゃ便利で、まあ、そういうのが
こんな感じでね、左のこの上のところにも分かりやすくこれがこう表示されていてさ、今日何があるよとかね、今出てないけれど、まあ、そんな感じなんでね、このカタリナにパワーアップして非常になんかいいのが、僕の場合はこのリマインダー機能ですね、いいなという感じです。ところがね、悪いこととしては、僕この中にね、ほら今これエクセルのマークバッテンになっちゃってますけれど、古いエクセルだったのよ、ちょっとしたら完全に使えなくなりました。なのでしょうがないので、新しいのね、しょうがない、もう今パワー、バージョンアップさせました、お金払ってっていう感じなので、使えなくなったソフトも出てきたっていう、まあそういう感じなんですよ。なのでさっきのさ、もう一回このリマインダー機能、これをガシ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 使う方はですね、多分ね、やっぱりこのパワーアップさせて、これとこれの、まあ、連携プレイでガシ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 ちょっとね、あの仕事ができるんじゃないかなみたいな風に思いました。なのでまだちょっとパワーアップをさせ、バージョンアップをさせて1日しか経っていなくて、いろんなことまだ使い倒してはいないので、またね、いいところ悪いところがあったら、お伝えをしていこうと思います。ということで、今日は Mac の、最新のですね OS カタリナにパワーアップさせたリマインダー機能というところを少しお話をさせてもらいました。ご参考にしてみてください。では。